期限は2019年12月です。はい、それではですね、西帯広駅を出まして、次は薩内駅ですかね。ご乗車ありがとうございます。まずはあの駅前通りの方進んでいきます。であそこ止まれの交差点がありますけど、信号は押しボタン式なんですね。これ押しボタン式だけど、駅前通りから走ってきてもですね、信号は別に変わらないという、そういう残念なタイプの交差点ですね。それではちょっと左に曲がってどっかで U ターンという形にします。ガソリンを入れたりとかお金を下ろしたりとかですね、まあ必要なことをやりながら先進んでいきましょう。右側には、綺麗な白樺の木がですね続いています。こういうのの上半分がカットされて、清水で見たようなですね、幹だけ残った白樺が出来上がるんでしょうね。いやー、ちゃんとね枝も残しておいてくれた方が風情があっていいんですけれども、まあそこは大人の事情がきっとあるんでしょう。どんな事情かは知らないけど。それでは先行きます。名教かな。白樺並木の中を走るこのまっすぐな国道38号、まっすぐなって言っても時々こういう右折レーンとかで微妙に曲がったりはするんですけどね。ここがですね、帯広広自動車道ですね。帯広広自動車道です。でいつの間にか目室町に入りました。やばいな、どっかでね U ターンしないとね次行けないな。この辺で U ターンします。